なんてことだろう。そういうパターンは想定していなかったな。やれやれ、奥ゆかしいのも困りものだ。仕方がない、僕の方から助け舟を出すとしようか。やあマスター、こんにちは。元気そうで何よりだ。そうかしこまらなくていいとも。今日は素晴らしい日だ。商業的かつシステマチック、実に趣味が合う。バレンタインと言ったかな。発祥は地中海、極東では商品販促として発展した催しだ。綺麗に言えば文化の根幹と言えるだろう。南米由来のカカオマスのお菓子というのが面白い。地中海、極東、南米、いわば世界を股にかけた実に欲張り、もとい、素敵な。え？僕は認めてるよ、バレンタイン。いい、かなりいい。日頃の感謝でも、秘めた愛の告白でも。気持ちを伝えられる日だろう。実に無駄がない。僕好みのシステマチックだ。もっと言えば週に一度くらいあってもいいんじゃないかと思うけど、そこはそれ。何事にも慎みは必要だ。商売にも契約にも戦闘にも愛情にもね。そういうわけで、思慮深い僕は返礼を忘れない。朝にチョコレートをくれたろ、そのお返しだ。なんと、感謝のしすぎで震えているとは。群れからはぐれた子羊のようだ。でも大げさに受け止めないでいい。気楽な方が僕も気楽だからね。とはいえ、君がどうしてもアビシャグしたいようなら、僕は全然構わないとも。差し当たって誰の目にもつかない個室に向かおう。え？いや、口は爽やかなのに目が笑ってない。いやだな。当然さ、だって本気だからね。